と風船ガムとか、あの面白いから大人から子どもまで、ついつい手にしてしまうガム、しかし、年々消費は落ち込んでいて、その背景として考えられているのが、プニフルズみたいだからちょっと好きガムは今後どうなってしまうのか、最新ガム事情を調査しました。 先月米子市内のスーパー生産が終了となった明治のガムこちら店頭に並んでいますが補充はありません売り場で見つけたのは最後の一つでした食品メーカー大手の明治が今年3月末でガム事業から撤退1997年に日本初のキシリトール入りガムとして登場したキシリッシュや プチガムの販売り上げは年々減少傾向全日本菓子協会によるとガムの1年間の小売金額は2003年は1871億円でしたが去年は710億円と20年間で6割以上も減少向かい風となっているのがグミの存在です 調査会社インテージの市場規模データによると2017年の中印ガム市場は823億円グミ市場は555億円とおよそ270億円の差がありましたが2021年には市場規模が逆転その差は拡大していますそこで街で聞きましたあなたはガム派それともグミ派 の食感と味が好きね。グミハル。なんか味とか食感があのガムガムするとなんかおいしいから好き。まあ運転中とか軽く噛めるのがいい。<ー>集中できやす。スイすどんな時に噛んでるあ？勉強中です。ガムはあれですね。味がなくなるんで。<laughs> グミ食べると。 幸せな気分になるので、まあグミ派ですね。一方、こちらの六人組は。調査会社インテージによると、グミは近年では子供に限らず。勤労世帯がコンビニで購入することも増えているといいます。 一方でガムも巻き返しを図ります先日サムライジャパンが優勝した WBC 試合中多くの選手がガムを噛んでいる様子を見ませんでしたか一体なぜなのかスポーツ医科学の専門家に伺いましたリラックスするとか集中力を高めるとかそういった効果もあるんですけど体のバランスだから立った時の そのバランス感覚っていうか、筋肉の働きとか、それを安定させるっていう効果があるので、だからまずそれが一つと、そういった筋力をアップするっていう効果もあるので、だからガムを噛んでスポーツをするっていうことに関しては、まあ、いろんな面でメリットは多いと思いますつまり、肉体的にも精神的にも効果が期待できるとのこと。 さらに、ガムを噛むことは子どもたちにとってもメリットがあると、ロッテの担当者は話します。特にです、ね、あの口が開きっぱなしになっている、まあ、お口ぽかんと言われているような、そういった子どもがあの今、全国調査で3割ぐらいのお子様が、まあ、そういうちょっとお口ぽかになってしまっているみたいなこともありまして、まれ、あ、わとしては、ガムを使って、まあ、そういったお口のトレーニングができないかということを考えているところです。 近年日常的に口がポカンと開いているお口ポカンの子供が増えているとのことお口ポカンの状態が続くと歯並びの悪化のほか口の渇きや唾液量の減少により口内細菌が繁殖しやすくなったり虫歯や歯周病のリスクが上がってしまうなどさまざまな影響があるといいますこうした中ロッテが行っているのが風船ガムトレーニング トレーニングを行った子どもたちは、こんな効果が得られたそうです不全、まあ、がんを膨らませるこうトレーニングをしてもらうっていうのを、まあ、3か月ほどこう続けていくと、ですね、まあ、実際にその子どもたちのまず、咀嚼能力ですね、咀嚼する力みたいなものが改善するというところが、まあ、結果として見られましたし、まあ、滑舌がよくなるっていうところもありましたし。 あとまあ親に対するアンケートベースではあるんですけども、実際にそういう子どもがポカーンってこう口を開きっぱなしになっている症状が改善したというところの結果も得られていますのでまた、脱マスクもガムメーカーにとって追い風になると期待していますマスクなしでのコミュニケーション機会が増えると、公衆対策などのエチケットニーズが高まると予測しているからで、 実際に今年に入ってからの売り上げは回復傾向にあるとのこと今年はガム復活の年となるのでしょうか